さあ皆さん、ここが、マンボイさんのアトリエです。中入ってみましょう。さあマレコ、オーダーした皆さんの服を皆さん一生懸命作ってます。さあじゃーん、これはマンボイさんが私のために作ってくれている新しいドレスです。見てください、刺繍をこんな風に塗ってます。これは何の肩書きもなく感覚でこのまま刺繍を作れてます。日本からオーダーしているドレスが一着出来上がりました。見てください、この綺麗な刺繍で、こんな感じに仕上がりました。